よろしくお願いしますということで今回のバンテリアショーをやっていきましょうということではい今回はですね第98シーズン SS 上位対勝率ランキングトップ10はいというわけで今回もやっていきたいと思いますまあ早速行きましょう今回の第10位このキャラクター 海賊を夢見ろ男、コモンキーディールヒですね。はい、夢ルヒが、えー、今回10位と、えー。かなり使用率はね、ちょっと下がったね。このキャラクターに関して言うと。はい、まあまあまあ、あの多分ね、ゾロとかがまあ100になったっていうのもある。 でまあ、結構使われてるかなそっちの方がはいまあなんでちょっとユメルヒね活躍はできるんですけどもちょっと使用率の方はね、えー、ちょっと上の体では本当に見かけなくなってしまった、えー、キャラクターになりますねはい、えー、まただね、えー、ちょこちょこと本当にちょこちょこはえ見ますという感じですねはいというわけで今回第10位はユメルヒーでしたとさあ続いてなんですけども第9位第9位はこのキャラクター 海外本部、厳世、赤犬、坂月ですね。まあ、このキャラクターはですね、なんかマムの裏とかにね、使われてる方が、ま、いるんですけども、まあ、あとはですね、あの、ま、赤犬メインで、え、まあ、やられてる方も全然いますね。うん。まあ、ただね、本当に赤犬いるときは、もう本当に敵に歌いたときは、めちゃめちゃ助かるよね。マジで助かる。うん、もう一番余裕で枯れる。まあ、シャンクスもいるんですけども、うん、まあ、一番楽に見れるよね、歌ちゃんいたときに。本当にその 時はめちゃめちゃ助かるなと思うんですけどもはいえー、やっぱりねえー、消されてしまうっていうのがね本当にまあきついえくなってますよね今の環境ねはい今なんでまたね帰り咲いてほしいえキャラクターになっておりますでなわけで第9位は赤色でしたとさあ続いては第8位ですね第8位はこのキャラクター フィルムストロングワールドの四季ですね。まあ、このキャラクターと。さあ、ま、あね、ヤマトがね、ま、あ今回、えー、ま、入ってこないんですが、はい、四の方がですね、ま、あちょっとランキングアップしてるという感じですね。うん。ま、あ本当にたまに見るんですけども、いやいやいや、普通にね、きついです。<laughs> きついんだけども、頑張れるゲッターかな今のところでね。はい。まあ、ただね、やってみたんですけどね、ま、あそこそこやっぱきつかったですね。 はいえー、まあ頑張れるとこは頑張れると思うのでぜひ、まあ、とみ皆さんもチャレンジしてみてください。はいというわけで第8位は CK でしたと。さあ続いて第7位。第7位はこのキャラクター。 フィルムレッドのシャンクスですね。はい。えー、まあ、このキャラクターはですね、まあ、緑街道、人獣街道、えーまあ、シャンクスメインの人獣街道裏とか。はい。あとはですね、シャンクス、おでん。ではまあまあ、この子は、えー、まあ、充電的に、えー、いるキャラクターかな。編成としては。はい。うーん。まあ、やっぱ基本的にはまあ、メインで使ってる方がまあ、ほとんどなんですけども、うーん。やっぱりね、破棄状態は消されるんですけども、やっぱりワンパン性能、ブーストのワンパン性能はね、やっぱりすごいなって思うな。うーん。まとめてね、スキル スキでまとめて KO とかねスキル2でまとめて KO とかっていうのもザラに見かけるのでやはりまだまだ環境のキャラといってもおかしくないでしょうという感じですねはいてなわけで今回第7位がフィルムネットのシャンクスでしたとはい続いてはですね第6位になってきます第6位はこのキャラクター コウズケおでんですね。はい。まあ、このキャラクターはメインで使われてるっていうよりか、まあ、基本的には裏キャラになってきますよね。うん。えー、まあ、多いのはやっぱりカイドおでんかな。うん、圧倒的に多いのは。で、その次にシャンクスおでんといった編成でね、えー、組まれてる方がほとんどだと。まあ、ただ単体で見てもね、やっぱりおりんをね、しっかり桃源とつかで落とせたりもするし、まあ、やっぱり機動力が強いんでね、おでんは。はい。やっぱ通常であんだけのスピード出せるっていうのもあるし、ま、ガンボドキでの飛距離の。 逃げもできるんでねはい未だ健在かなという風に思いますまあ近々ね復刻来る可能性もささやかれてるのでまあその際にぜひとも皆さん考えてみてくださいはいてなわけで第6位はおでんでしたとさあ続いて第5位こっから使用率がねもうほぼほぼもうこっからしか見ないっていう感じのキャラクターばっかですはいということで第5位がこのキャラクター はい、えー、ゾロですね。やっぱりこのキャラクター、もう最近はね、正直、うんめっちゃ嫌。<laughs> <laughs> まあ前回の動画でも言ったんですけども、カイドウとまあキング使ってる時には、ね、まあ、ゾロいると、うわ、ちょっとめんどくさいなってやっぱ思います。うーん、やっぱね、えっ、ー、と、まあ、得意属性に対してはね、よろけずっていうところがね、強すぎる。本当にそこが強い。うん、もうそれだけで十分力発揮できるキャラクターですよね。はい、まあ、てなわけで今回はですね、第5位がゾロでしたと。うーん、まあ、次はね、ちょっと、えー、もうちょっと人を超え、もうちょい言ってほしいんだよね。はい、まあ、そこを期待く して待っていきましょうさあ続いて第4位ですね第4位はこのキャラクター フィルムレットのウータちゃんですね。やはりこのキャラクターと、うーんー、もう本当にね、スキリー一応しときゃええやんっていう感じのキャラクターですよね。うん本当に誰が使っても強いキャラクターです。うん、で、誰が使っていても本当にね、もう俺が使っててもね、もうみんなビビってくれるっていうのが、まあ、このキャラクターなんだよね。はい。なので、まあ、ちょっとストレス抱えた人はね、リーグのストレス抱えた人はウータちゃん連れてってね、もうゲッターをね、いじめてあげてください。<laughs> はい。唯一のストレス発散法だと思います。 はいまあなんで今回ね第4位たちゃん未だ健在ということでまあね4.5周年まで生きるのですかねそれも期待してた、まあ、ちゃん使ってる方は期待していきましょうさあ続いてなんですけどもここから第3位ですね第3位 はい、えー、人獣街道ですね。まあ、このキャラクター、マジ100になったら、化け物級に強くなってくる、えー、まあ、ゲッターですね。うん、もう100じゃない時はね、本当にこのキャラクター大丈夫かというふうに思ったんですけども、いや、100になってくるとマジで変わってくる。まあ、そりゃそうだよ。まあ、星5の時に100のオリンとかで対決したら、そりゃ勝てるわけねえよ、とかっていうふうに思ってたんですけど、本当に100になったらめちゃめちゃ変わった。うーん、まあ、なんでね、ぜひとも皆さんね、街道を持ってる方は、ま、100にしてね、それをね、早く、えー、ちょ、っとイ しして欲しいかなとまあ、あんまり増えてもらうのは俺は困るけどね。はい、えー、というわけで、えカイドウが3位でしたと。さあ、続いて、第2位。第2位は、このキャラクター。 はい、キングですね。やっぱりこのキャラクターね、もう、おりんの裏といえばキング、ば、まあ、うたちゃんの裏で言えばキング、ゾロの裏で言えばキングと、いうことで、もう赤がね、本当にね、凄まじい勢いでね、今環境支配してるんで、うーん、本当にカイドウとかいなかったらどうなってたのという感じぐらいね、本当に赤強すぎる。うーん、で、その中でね、やっぱりこの裏キャラとしてね、これやっぱり握ったらね、3回だけ無敵ある。これほんとやっこいよね。 マジ,でうんマジでやっこい。そしてスキル2の,、ね、あの超高速移動ね。速すぎると。追いつけるかボケかすと。はいいう感じの、えー、キャラクターになっております。ぜ、ま、ひ、あ、ともね、えー、キング、えー、皆さんもゲットしてそれを体感してみてください。はい。ってなわけでラスト、今回の第1位はもちろんこのキャラクター。はい、オリンですね。ちょっとね、まあ、リーグ最終日にちらっと,チラッと使ったんですけど、ちょアホみたいに強いこいつ。<laughs> マジで。あもうほんまにね、カイドもね、もちろんめちゃめちゃ強いんですけどね、やっぱね、強えわ。強え、もう無敵スキル2回はもうなん 出させたらいいのと、はい、でやっぱすぐ溜まり寄るしね、もう本当にやっこいキャラクター。まあこれがね、マム1ですね、あの、ヒルバラティエとか、もうあそことがもう降リンの聖地じゃねえかよっていうくらい鬱陶しいマジで。はい、まあてな感じでね、今回も第1が降りんなんですけど、皆さんの予想は当たったでしょうか。はい、まあぜひともね、皆さんこれを参考に、まあ、ガチャとかね、回してみてください。てなわけで今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 じゃあねー。